大阪医師は鉱物の一種。亜鉛の硫酸塩鉱物で、化学素性は ZN4SO46.5H2O、結晶系は三者晶系。最初に発見されたのは大阪文見直の廃坑である平尾急校。その後、ギリシャ、イタリア、オーストラリア、アメリカからも産出が知られている。なお、模式標本は、 国立科学博物館に収蔵されている。無色炭性色の薄い六角板状の結晶である。結晶の大きさは直径1ト、mm、ル、厚さ0 0 1ト、mm、ル程度である。塩基性硫酸亜鉛の一種で、水分が多く、非常に柔らかい。約摂氏35度で一分子の水が脱水し、波を石に変化するが、これを常温の水に浸すと、再び加水して、 大阪石に戻る性質がある。この鉱物は、生亜炎鉱が分解して亜炎が地下水に溶け込み、小乳石のように沈殿してできたと考えられている。模式地の平尾急行では、シュレンベルグ石などの外観、山上が大阪石とよく似た鉱物が産出するため、肉眼での区別には注意が必要である。百九十九年、大阪府出身の大西正幸が、 平尾急校で発見し、岡山大学大学院教育学研究科理科、教育専攻在学中の2007年2月に、大阪市として、国際鉱物学連合の新鉱物及び、鉱物名委員会から新鉱物として、新種認定された。この認定で、当時、日本から発見された100番目の新鉱物となった。得られた資料が微量で、不安定な鉱物であることも、 相まって分析が困難であったことから、最初の発見から認定までに7年の歳月を要した。近年発見される新鉱物は微細なものが多く、その科学分析には、ほとんどが電子線、マイクロアナライザーが用いられる。しかし、大阪市は、真空中や電子線照射に対して安定ではないため、誘導結合プラズマ発光分光分析及び、 熱重量分析によって化学蘇生が決定された。非常に稀な鉱物で日本では未だに平尾急行以外からは発見されていない。大阪府は全国の都道府県の中でも産出する鉱物の種数が少ない地域であり、当初は深化から新種が見つかる見込みはないと思われていた。そのため最初に見つかった新鉱物に大阪の名を冠したと言われている。 その後、同じ平尾急行から発見された西北の新鉱物には、氏名を取って、美濃石と命名されている。2003年9月には、東京都奥多摩町白丸の白丸鉱山で、発見された東京石が新鉱物として認定されている。その他、都道府県名のついた鉱物には、市街市、岡山市、新潟市、千葉市、愛媛線、石、岩手石。 イットリウム、見え氏がある。ありがとうございます。